は、つま先下がりの。つま先下がりだって。ショートです。はい。まあトップしやすいよね、きっとみんなはね。まあそうですね。ダフリってあんまりないと思うんだけど。はい、じゃあ、気をつけたいポイントとしては、自分よりもボールの方が下がってるから、腰をしっかり落とすこと、まあ、前傾姿勢を深くすることですね。このまま突っ張ってこういう風にやったりとか、あとはこうしないこと。なるほど。じゃあ僕今までちょっと膝立てろって言ってたけど、ちょっと曲げていいってことですか？ダメ。ダメ？こう。なんだろう。このまんまの足の角度でこのまんま。あ、腰を落とすか。腰を落とす。あ、そういうことか。こういうこと。だからお尻を落とすみたいな感じ。膝を曲げてるわけじゃないのか。膝は曲げてない、そんなに。あ、なんかスクワットみたいな感じかな、要は。このやつ。あ、そう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 、スクワットみたいな感じ。なるほど。じゃないけどスクワットみたいな感じ。そうね、そうね。膝が前に出てないからそういう感じかな。はい。まあ、膝がこういう風に前に出ちゃうとここにすごい負担がかかるっていうのと、はい、あとは手が振りづらくなっちゃう。確かに。っていうのがもう一番ですね。はい。はい。まあさっき言ったトップしやすいので上げたらしっかり落とすように。だから前傾姿勢を絶対に変えないようにってことを意識しましょう。はい。で、そのつま先下がりの角度があればあるほど振らない。振らない。はい。のが一番です。すごい右に飛びやすいからその分若干左向いて。左向いて。はい。打ってみましょう。ちょっと。オウ！まず向きから。グリーンの左向きましょう。そう。そうだ。こっちだ。ピン刺さってる方ね。そう、ピン刺さってる方のグリーンの左ね。を、とりあえず向きましょう。ボールは真ん中です。はい、そうです。はい、で構えましょう、まずとりあえずこうです。 OK で腰を落とす。そう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 。 で、 いいよ。で前傾姿勢を変えずにもうちょっと落とせる。そう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 。 OK、 いいね。ちょっと安心感が増えた。前傾姿勢を変えずに真ん中重心。はい、真ん中重心です。で上げたら落とす。体重移動はします？しません。はい、はい、真ん中、はい、そうだ、うん、OK、 ナイス、いいじゃん。どこ行った？左、100ヤードの前行った。 OK、OK、いいね、いいね。そしてなんでホワイトがあんなに逃げてるかというと、右にね、池とバンカーがあるんですね。はい、なるほどね。そういうことで、そういうことです。多少右に飛んでも、まあそんな怪我がないような感じにするといいよね。まあ、だからハザードからは逃げる。もっと深く。そう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 。そう。そのまま前傾して崩さず。そうだ。オーラー行くじゃん。行った。オーラー行くのよ。乗るんだよこれ。乗る。あ、乗らねえけど。乗んねえけど。ああいう感じよね。上げたら落とすよ。オーラーけど曲がるでしょ。本当だ。いいね、曲がるでしょ。はい、ラスト9。落とす。あれ？落としすぎだ。いいね。柔らかくないよ。落としすぎだね。いいね。いいね。いや、で前そういうことなかったからさ。トップするぐらいなら、そう空振りするぐらいならね、ダフれって話ですよ。そうそうそう、そういうこと。ちょっとダフりすぎだったけど。うん。ちょっと。ごめんね。ごめんね。集中してから。ごめん。まあ、オッケー、チェンジ、チェンジ。グリーンが打つ前に先生のね、お手本をね、うん、見た方がイメージ湧くんでね。じゃあ私は、グリーンのちょっと左内側向いて、140ヤードぐらい。140ですですね。まあ真ん中、球は真ん中に置いて、腰はしっかり深くでトップしないように。うまっ。やばい。え、そっからドローかかんの？ちょっとかかっちゃったね。ね、でもプッシュアウトしてるから。ね、多少。すごい。そう、ちょっとオーバーしちゃったけど。やば。っていう感じ。あんまり振りすぎないのもね、ポイントかな。あの男性の人はね。クォータースイングでいいってことですね、じゃあね。そうそうそう。クォーターとか、すごい不安だったらハーフでもいいし。
なるほど。ここから脱出することがまず大事だから、フェアウェイでもね。はい。おお、ナイスショ、超いいじゃん。いいじゃん。最高だよ、ナイスオン。乗ってるよ。本当だ。まあ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 、ちょっと薄いけどいいんじゃない。その分しっかり振れたから。ああ、ナイスオン。ラスト1球。グリーンの悪い、あの膝も曲がってないし。成形性も崩れてないし。いいフォーム今。意味がわかんないんだけど。意味がわかんないんだけど。つま先上がり、はい、上がりですね。上がりです。はい。で、つま先上がりのポイントとしては、とりあえず女性の初心者目線でいきます。はい、球は真ん中。はい、で、極力ボールと自分の距離をちょっと近く。ボールに近づくってこと。近づく。結構ね、離れがちなのよ。みんな。なんですけど、ボールの方がそれは自分よりも上がってるから、なんか顔とボールがすごく近くに感じるのね。だから遠いなと思って下がっちゃうわけよ。でさ、下がっちゃうとさ、遠くなっちゃうわけよ、こことの距離が。なるほど。でもさ、こことの距離ってそんな変わんないのよ。なので近づいて逆に、で胸を起こすのよ。そうすると遠くなるから、自分と顔との距離が。これは胸を起こしていいんですね。そういうことです。よかったね。そうです。そういうことです。もちろん体重移動はしないよ。しませんよ。このまま。はい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 って。はい。頑張れ。あれ？はい。じゃあどうすればいい？どうすればいいだろう。まあ、一番手すり早いのはちっちゃく振る。振りすぎないっていうことが大事ですね。ああなっちゃうからね。そういうこと。そういうこと。さっきあの練習場で言ったじゃん。手に力が入ってるとヘッド浮いちゃうよって。ああ。だるい感じだ。そう、落とす。近く立つよ。そう、近く立つよって毎回言われてるからね。はい。そう。そう、OK、ナイス。いいね。いいね。OK。ってことです。で、だんだん慣れてきたら大きく振ればいいから、ここはまずは慣れるまではしっかり上げたら落とすっていうことと、あとはハーフスイングで、ちっちゃいスイングでしっかり当てるってことが大事です。はい、はい、次。そう、回りすぎないでね。回りすぎない、もう浅く。そう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 、そこ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 、最高です。よく見るこれ。よく見る。これさ、若干ね、こうなってるわけよ。はい、左足下がり。はい、ラフりやすいわけ、特に。そういうことか。はい。なんで、どうすればいい？左足体重だ。そうです。なるほど。そのまま6割で振りましょう。どうか。そういいじゃん。あ、なるほどね。その頭いい、頭使って。なんかディスられ感。つま先下がりの時、中心ですけど左でもいい感じですか？例えばこれだけだったら、うん、左足でもいい感じ？ダメ？あ、左足体重にするってこと？はい、それはダフりたくない時にすればいい。あ、なるほど。だから全部のショットダフりたくないんだったらそれでもいいってこと。 OK です。うん、ここはダフりたくないっていう時とか、もう最悪トップでもいいですみたいな時とか。ああ、その場その場のシチュエーションで変わってきますね、やっぱね。そうそうそう、うん、そうなのよ。だからもう二度と同じショットは打てないってこと。そうだ、はい、今この時間は今日この日しかねえんだよ。そうだ。なんか今いいこと言ったよね。あ、聞いてなかった。じゃあ私はピンを浮かない、ちょっと右向いて長く持って、ボールは右足寄りに置きます。はい、じゃあそれでは、体重移動せず、結構フルスイングで打ってきます。おお。
ナイスショー。ちょっとよろけちゃったけど後ろに。けどそれ結構しょうがなくないんすか。それでもフィニッシュ取れって感じですか。うん、打った後にフィニッシュ取ったらよろけるぐらいだったらまあ別にいいかなって感じ。なるほど。打ちながらよろけちゃうのだけはなしね。俺それ多い気がする。そうだね。だってさ、今の私のよろけ方で結構先っぽだからね。ああ、そうなんだ。ここだから。だから私もさ、そんな真ん中に当たってるわけじゃないんですよ、全部が全部。なるほど。そう、隠してる。隠す、隠すのがうまい。自分で暴露しちゃったけどね。いいのいいの。